みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゴール！圧倒的な強さを見せつけて帝国学園の勝利！お前たちは敗れた。帝国のやり方は覚えているな。敗者に存在価値はない。やめ！借りられたのかよ。これからまたラグビー部に交渉して。だと思った。どうせ笑い者になるだけでやんすよ。七人ぽっちならテニスコートでも十分だろって。グラウンドが空いてる日にやればいいんじゃないの。そうそう、履いたことないけど。俺たちはサッカー部なんだ。フットボールフロンティア、今年こそこれに出ようぜ。なっ、ソミオカ、ハンダ。無理無理。壁山、クルマツ、シド。部員7人じゃ試合に出られんでやんす。あった。遅い、そこでシュート。うるさいでやんす。お前らな、サッカーをやりたくって入部したんだろうが。サッカー部がサッカーやんなくってどうすんだよ。あ、いけね。何一人で熱くなってんだ。頑張ってもしょうがないさ。もうすぐ廃部って噂もあるしな。廃部！遠藤くん。あ、昨日。ごめん、グラウンド借りられなくて。仕方ないさ。みんなは？いつもと同じ。練習しろって言ってこようか。いいよ、
そのうちきっとやる気になってくれるさ。あいつらだって本当はサッカー大好きなんだから。じゃあまた河川敷行くんだ。小学生のチーム相手で練習になってる？あいつら結構やるんだぜ。昨日も見りゃわかるって。次だ、行くぜ。だいいカットだ、そのまま来い。ねえ、また止めんの？よし交代だ。次ヨアナとテラサか。おーどんどん打ってこい。マコ、リュウスケの時のカットいい動きだったな。ありがとう。うちのチームも遠藤ちゃんのおかげでまとまってきたよね。いいってこと。俺だっていい練習になってるんだからさ。今度こそ俺が決めてやる。見ろ俺の必殺シュート。誰だこいつ。蹴ったな。大丈夫ですか？すいませんでした。あのボールを返して。あ、遠藤くん。ボールってこれか？あれ？来門中じゃねえの？部員の全然いねえ弱小サッカー部ですよ。くだらねえガキ相手にたまげるか。安井さん、お手本見せてやっちゃどうです？いいね、やってやろうじゃねえの。あら、やっと。またあいつに会えるように応援よろしく頼むな。いいからさっさと風呂に入る。母ちゃん、俺今真剣だったんだけど。そんな真っ黒な格好でご飯なんか食べさせらんないよ。はい。たくも誰に似たんだろうね。ああ、なんだ、知り合いか？いや、その知り合いってわけじゃないんですけど。じいちゃん、ありがとう。いいから座れ。あ、はい。今日から我が来門中に転入となった豪円寺修也君だ。前は木戸川青州中学にいたんだったな。はい。木戸川か、よし。豪円寺、昨日ちゃんと自己紹介してなかったからさ。俺遠藤守、サッカー部のキャプテンやってるんだ。ポジションはキーパー。お前も入らないか？木戸川青州ってサッカーの名門だもんな。通りであのキックすごいはずだぜ。あ、なんだよ。サッカーはもうやめたんだ。やめたってどうして？俺に構うな。遠藤、不愉快先生がお前を呼んでる。校長室に来いってさ。校長室？大事な話があるらしい。俺嫌な予感がするんだ。例えば廃部の話とかさ。廃部？私もそんな噂聞いたけど。冗談じゃないぞ。
廃部になんかさせるもんか。稲妻イレブン。よし行くぞ。あの話って何ですか。突然ですが、1週間後に久しぶりの練習試合をすることになりました。試合って、試合やれるんですか。相手は帝国学園です。帝国最強と言われるあの帝国学園ですか。その通り。どうです、すごいでしょう。この40年間フットボールフロンティアで優勝し続けている無敵の学園だよ。日本一のチームがなんでうちに。最強のサッカー部との試合は嬉しいんですけど、今部員は7人しかいません。足りないのなら試合までに集めたらいかが。え？集められない場合、あるいは試合に勝てなかった場合、サッカー部は廃部、決定事項よ。勝手に決めんなよ。これは理事長と校長先生による決定でもあるの。あんな掘ったて小屋の弱小クラブに回す予算はないわ。何？遠藤君、夏美お嬢様は理事長から我が校の運営を任されているんだよ。彼女の言葉は理事長の言葉と同じだ。で、お前、その試合やるって言ったでやんすか。やるさ。廃部になんかさせない。きっちり11人揃えてやる。相手は帝国ですよ。無理、絶対無理。ボコボコにされて恥かくだけですよ。結局廃部ってことか。この部室ともおさらばっすね。お前らな、サッカーを愛する気持ちがあれば不可能だって可能になる。何も始まってないのに諦めちゃダメだ。諦めちゃダメなんだよ。来たれ、サッカー部へ。サッカー部ってまだあったんだ。かっこ悪いよね、君たち。やった、話せる人。サッカーね。風丸、お前一流プレイヤーと競ってみたいって言ってたろ。もしやる気になったらいつでも言ってくれよ。放課後は鉄塔広場で練習してるから。ああ、そこに来てくれてもいいや。じゃあよろしくな。一流ってのは陸上の話だぞ。サッカー部、この僕が入るわけないだろ。せめてあと一人集まらないって時にもう一度頼みに来たら。あと一人。そうさ、このメガネが弱小サッカー部を救ったなんてかっこいいじゃないか。新聞部です。帝国学園と試合するにあたり何かコメントを。コメントって。そうだ、はい、何でしょう。部員募集の宣伝してくれないかな。サッカーなんて軟弱の極み。日本男児ならば相撲で壊せよ。どすこい。このままでいいの。サッカーやりたいからこのクラブに入ったんじゃなかったの。みんなにとってライモンサッカー部って一体何。お兄ちゃん、分かってくれたのね。キャプテンそっくりでやんす。ずる。俺もそう思った。ずる。乗り移ってたっす、キャプテンが。ずるん。ゴーエンジ、ここすっげーいいところだろ。俺もここがちっちゃい頃からのお気に入りの場所なんだ。あのさ、お前も聞いてるだろ？帝国学園との練習試合。でもメンバー足りなくってさ、ずっと声かけまくってんだけど誰もやってくれないんだ。なあ、考え直してくれないかな。なんで辞めちゃったんだ。よかったら話してくれないか。もったいないじゃないか、あれだけのキック。最初に見た時俺鳥肌立ったんだぜ。辞めたには理由があるんだろうけど、サッカー嫌いになった
ってのじゃないよな。好きでなきゃあんなキックはできないもんな。お前よく喋るな。俺さ、お前とサッカーやりたいんだよ。俺たちが組んだら最強のチームができるぞ。もう俺に話しかけるな。じゃあなんで昨日ボールを蹴った？しつこいんだよお前は。よし、やるか。めちゃくちゃだな、その特訓。うん、風丸、変な特訓してるんだな。あれだよ。読めねえ。お前これ読めるのか？うん、読めるよ。シュートの止め方が書いてあるんだ。へえ。それ書いたのじいちゃんなんだよね。じいちゃん？ああ、俺が生まれる前に死んじゃってるけどね。昔ライモンサッカー部の監督だったんだってさ。その時作った特訓ノートだし。帝国学園はスピードもパワーも想像以上さ。そいつらのシュートを止めるにはじいちゃんの技をマスターするしかないって思ってさ。お前本気で帝国に勝つ気なんだな。ああ。ん、え、な、何？お前のその気合乗った。ありがとう風丸。俺はやるぜ。お前らはどうするんだ？キャプテン。どうも。みんなあと。キャプテン。大丈夫でやんすか？帝国と試合する前にお前の方がバテるぞ。大丈夫だって。こいつら俺が来るよりも前からお前のこと見てたみたいだぞ。ん？遠藤が他の運動部に声かけてるのを見てたら。ちょっとな。その特訓もなんかこう胸がジーンと熱くなってきたでやんす。キャプテン、俺も特訓一緒にやらせてください。俺もやりたいでやんす。一緒にやってもいいっすか？当たり前じゃないか。大歓迎だよ。あー、俺すっげー嬉しい。やろうぜ。やろうぜ。やるぞ。みんな紹介するよ。今日の試合助っ人に入ってくれる松野空介だ。僕のことはマックスって呼んでいいよ。君たちのキャプテン見てたらなんだか退屈しなさそうだと思ってさ。退屈って遊びじゃないんだぜ。試合は心配いらないよ。サッカーはまだやったことないけどこう見えて器用なんだよね。ということだ。期待しようぜ。しかしこれでもまだ9人だぞ。10人だけど。ごめん気づかないで。影野も入部したんだっけな。いいのさ、俺はもっと存在感を出せる男になりたくて来たんだからね。いらっしゃったみたいですな。
木道さん、なんでこんなチームと試合を？うちのスキルが上がるとは思えませんけど。面白いものが見られるかもよ。面白いもの？ああ、楽しみにしてることだな。よりにもよってこの学校とはな。これも因縁か。雷門中サッカー部のキャプテン遠藤守です。練習試合の申し込みありがとうございます。初めてのグラウンドなんでね、ウォーミングアップしてもいいかな。あ、どうぞ。なんだ、消えた。敵は最強の帝国学院。なんだあのシュート。俺たち絶体絶命だ。次回稲妻イレブン、帝国が来た。これが超次元サッカーだ。この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン今日の格言。何も始まってないうちから諦めるな。以上。